危ないから、じゃあロープは一番下まででしましょうか。はい、さあお父さんお母さん、ぜひ緑色のマット登っていただいて結構ですから。さあどっから、はい、撮っても綺麗に写ります。素敵なプレゼントもらえますから、ぜひどうぞ。さあ開始までゆっくり遊んでください。岡里さんのお店の方ちょっとご覧いただいてよろしいですか。なんと今日はお店の前でですね、本場の唐揚げ、むっちゃうまいです。これさっきちょっといただきました。むちゃくちゃ美味しいです。唐揚げとかですね、わらび餅、今岡里さんの、岡里さんの美味しいあのお料理をリーズナブルにですね、はい、あのご提供させていただいておりますから、ぜひぜひこの機会に今日はあの食べて飲んで、マスクを鼻真似していただいて大きな声で応援をしようというイベントでございますので、ぜひ。まずはこの方に登場していただきましょう。本日のプロレス先生はもちろんこの方、北村翔輝。さあそんな北村選手、はい、ちょっと教えてくださいよ。はい、プロレスって叩いたり蹴ったりするじゃないですか。はい、もちろんそうです。でも今日タイトルに子どものいじめ撲滅、いじめをなくそうってあったんですよ。はい、ちょっとよくわかんないんですけど。はい、今皆さんがいる、プロレスのリングは戦いの場所です。うん、叩いたり蹴ったりもちろんたくさんあります。はい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 、そのプロレスの戦いの中で何度倒されても立ち上がる姿、うん、そして自分より強く大きな相手に立ち向かっていく姿、うん、このプロレスラーの姿を見てもらって、僕私も強くなりたい、プロレスラーのお兄さんのように強くなりたい、そうやって思ってほしいと、プロレスを通していじめ撲滅へつなげたいと、私たちゼロワンが16年間続けてきた活動になっております。はい、すごいですね。まあそういう背中に、はい、ね、共感されて今日来るジャガー横田さんも、お、ね、そうですね、大谷慎二郎選手がやってるんだったら、はい、私がみたいなね、はい、思い出来てくれますからね。そうですね、本当に、まあ、今日も戦う方なので、ね、あ、そっかそっか、はい、今メラメラしてだからあんまジャガーさんのことよく言わないんだ。そうですね、ちょっと舞踏試合みたいな。ああ、まあまあ、もうすぐ来るぞ。参りましょう、スクワット、せーの、1、2、3、元気よく、私はお父さんかな、お母さんかな、お友達かな、誰にどんなありがとうか言える人、はい、お、手上がってる、お、いいじゃんいいじゃん。手の上げ方がさ、耳に手をつけてちゃんと上げてるもんね。兄弟ですかね。はい、じゃあ2人、じゃあ前に出てくる、ロス・インベルナンズ・ベルステ・ハポザ兄弟2人、はい、なんだったらその横の女の子も、黄色いトレーナーの女の子も呼んじゃえば、君もおいでよ。3人兄弟、4人兄弟、まずお名前を教えてください。かなとです。かなとくん、拍手。かなとくんです。はい、さあそんなかっちゃんは誰にどんなありがとうですか。お母さんに。お、あそこに。はい、お母さんに、いつもご飯作ってくれてありがとう。おお、拍手。ちょっとお母さんうるうるしちゃいますね。ありがとうございます。はい、そしてお名前を。しゅんです。しゅんくん、しゅんくんは誰にどんなありがとう。妹です。ん、はい、妹にどんなありがとう。いつも遊んでくれてありがとう。おー、仲いいんだ。拍手。じゃあ聞いてみようよ、妹さん。はい、お名前を教えてください。葵です。葵ちゃん、ね、葵ちゃん、ちなみに言っとくよ、 お父さんも来てるからね。はい、さあ誰にどんなありがとうですか。ありがとう、拍手。それでもさ、ね、ご飯作れるのはパパのおかげですから、ありがとうございます。はい、はい、ありがとう。じゃあ座ってください。ちょ、そこの、じゃあピンクの帽子かぶった女の子。お、じゃあ女の子行こうか。これでプロレス教室終わります。ありがとうございました。
走り込んで、さあしかし持ち上げて持ち上げて、力で力で強引に強引に前に、あいやうまい、さあ足をパタつかせて、そして時行がよく見ておりましたな松永。さあ勢いよいよい時がなんと2階からの青春タイム、今がチャンス今がチャンス、さあちびっこ一緒にワンツーノー、ちびっこたちはカウントスリー、さあしかし今がチャンス今がチャンス、さあ時行その第1試合からさあ初勝利になるでしょうか、この時行頑張れエルボー、まだまだとまだまだと余裕であります、もっと打ってこいと、やった、さあ茨城そんなもんか、おら聞かねえぞおら、さあ聞かねえぞおら、さあもっと来い、エルボー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 、さあブレイクいかせない、いかせない、片指、さあすごい取り方すごい取り方すごい、ジュニアヘビー級その天国、先ほどちびっこの着ていたあのロシンゴの高橋君が着ていたそのジュニアオールスター最初の試合に登場いたします、さあ今熱い姿勢、そしてちびっ子たちがリングサイドを囲ってくる、これが栃木プロレス名物、そして本日初のその地方進出となりました栃木が茨城にやってまいりました、この第2試合は空中戦スピード戦が予想されます、ジュニアヘビー級対決、腕を取っていく、まずはくるくるっと、さあこの辺り、さあ羽置きからの逆十字であります、さあコーナーにロープに押し込んでいく、さあまさにこの辺りはヘイヘイ、さあくるくるっと、そしてハイジャンプ、さあ逆にラリアット受けていく、さあそしてラストラさあうまい、この攻撃、さあちびっこ危ない、お気をつけください、さあ場外に飛んでくる可能性があります、場外乱闘は十分十分お気をつけください、軽々と、いやしかしながら後ろに飛んでいく、さあドロキック、どの角度からもその空中に飛べる、それがこのアストロプラネッツアストロ殺法であります、1人が2人、2人が4人、4人が8人と、だんだんとちびっ子たちが増えてまいりました、それもそのはず、この星野の頑張り、さあちびっ子たちにはこのまっすぐな目が光って何度でも何度でも立ち上がる、それが本当に強い男、セコンドの時行、さあ星野に声をかけていく、頑張れ先輩、さあ約1年間そのやめてしまいそうなそのタイミングはいくぞとありました、しかしこの星野もいつか絶対にこのリングに立ってやる、そう思いリハビリに励みました、今ではその新日本プロレスのリングも踏んだあのショートも戦いました、それがこの星野亮、さあくるくるっと、さあはい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 、エルボー、そして狙うは何だ、さあヘッドシートラス、さあ危ない、そして狙う、ちびっこ気をつけて、ちびっこ気をつけて、ちびっこの方からのムーンサルト、さあワンツー返していく、さあそして2階からの青春のミサイルキック、さあアストロから金星なるか、カウント、さあちびっこ危ない、ちびっこ気をつけて、さあ危ない、ちびっこ気をつけて、走り込んでいく、さあうまい、さあちびっこたち危ない、さあ危ない、場外危ない、さあ危ない、さあちびっこどいてどいた、さあはい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 、さあ出るかアストロが茨城の空に空中、アストロたとえ東京ドームでも両国武道館でも
後楽園ホールでもない、この新岡里にも絶対に手を抜かない、それがこの栃木プロレス。そして茨城のその出身レスラー、さあアストロであります。さあ皆さんに手拍子を求める、はい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 。岡里、中村社長は言いました、この一生懸命なプロレス、本物のダイブ。ロープ打ってくる星野、スイングブレイド。よく見ておりますアストロ、冷静沈着。そして今度こそ垂直のハルコアロー、決まった、返した、星野。そして振りかぶってチョッペー、野球殺法からのその場の来た垂直。
準備は整いました。声援ができる。さあこのマスクをした状態で大きな声で応援ができる。この3年間は正直何だったのでありましょうか。新型コロナウイルスという非常に苦しいその状況から、この新岡田と実はこのプランニングは1年半前からございました。新岡田とまさにそのたくさんの店舗を持つその中村社長、しかしながら未曽有の敵、新型コロナウイルスはまずはこのエンターテインメント業界、プロレスはもちろん、そして飲食業界にもその黒い影を落としてまいりました。見えない、その明けない夜はない、そう信じて出口の光を求めていきました、この中村社長。そしてあえてやはりこの1年半一番行いたかったこのプロレス、まずはじっくりとそのレスリング部分を堪能させていただきましょう。プロレス先生北村翔輝、そしてイケメン BB バタカミ、さあそして出てまいりましたジャガー横田。さあ皆さん大きな拍手をお願いいたします。まさにプロレス界の人間国宝、それがこのジャガー横田であります。キャリアは42年をオーバー、そして自身も非常にこのコスチュームに赤が入ってもいいという、おっとそのエルボーを追っていく。さあ返した。さあ女子に叫んだと言った。さあすごいエルボー、ほっといて小兵の、そして倍以上の年齢があるそのジャガーに思いっきり打っていく中尾、あと足を取った。さあうまい、ジョーが危ない、ちびっこ危ない、さあジョーが危ない、さあババがいいサポート、そして危ない、さあ大丈夫か、さあ危ない、さあジョーが危ない、お気をつけください。さあ週の若さとかはご覧の皆様、さあそこは喫煙コーナー、さあ危ないです、お気をつけください、ジョーが危ない、とさあロス攻撃危ない、お気をつけください。さあちびっこたち立ち上がって逃げてください。お父さんお母さん立ち上がって逃げてください。さあおばあちゃんお願いです、おじいちゃんを連れて逃げてください。さあ大丈夫でありましょうか。戦いのワンダーランド、さあ道向こうではそのカップルが今さあ何やってんだろうね、プロレスやってるよ、しゃべる雑誌を撮ってみる、そんな感じであります。さあ日曜日の裏中の昼下がり、皆様お車の皆様脇見運転はお気をつけください。さあここに来るんだ上半身と、さあなぜか軽トラックのところ、ジャガーは北村をまた軽トラックに連れて行こうとするのか。
さあレフェリーが気づいていない。さあカウント、さあ何度でも何度でも立ち上がる、それが本当に強い人間であります。さあジャガー横田に頭を痛打された北村が椅子攻撃でまさか椅子がぶち抜かれるというその衝撃のシーンがありました。その顔面をしに行けるか。さあ言い避けて、そしてチョップ。さあ行くか、行くぞ岡田と、行くぞちびっ子たち集まれ。さあ盛り上がっていくぞ。さあチャガー落とした。はい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 。さあちびっ子たち、さあもっと集まってリングを叩いてもっと大きい声で、はい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 。さあお父さんお母さんも一緒に行きましょう。さあ北村選手の手と一緒に、いろんなストレス、一緒にもっと声出せ。はい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 。おーえい、行くぞ。さあちびっ子たちも大と答える。さあその北村がコーナーに押し込んでプロレス先生のエルボー、出るか出るか、フィッシャーだった。これで決まるか。ジャガー、さあかなりジャガーにはジャガーには注意を払っている北村。オーバーヘッドキック、そしてババとジャガーがタッチ。さあてめえ起きろと、これが噂のジャガー。いや叩きつけ方に、さあお父さんお母さんご覧ください、ちびっ子たちのこの一生懸命な眼差し、あの運動会の最後のリレーの瞬間のようなこの一生懸命。さあ頑張れ頑張れ、さあ魂の限り戦い抜け、この旬岡田と名勝負、すごい戦いが。エルボー、皆さんも分かるはず、絶対に手を抜かない、それがそれがこのプロレスラーの意地。さあ前はキック、勢いよいよい、帰りはダブルキック、うまい、なんだチョップ、そして踏みつけ。お母さん夫婦喧嘩でもお父さん踏みつけないでください。さあいかバックドロップ、長岡ワンツージャガー。さあババあんたいつまでやられてんの。あんたわかんねん、顔面顔面、女は顔は女の命です。さあひどい、さあひどい、さあ頑張れ。ジャガーが怒っている、ジャガーの怒りゲージ、なぜかなぜかトキがジャガーについている、そしてトキが余計な余計なアピールをしているから、2対1、どうだまま、もうダメか、もうダメか、いくかいくか、必殺かわずかわず落とし、いやしかしパックだ。さあジャガーを避けている、ついに完成。女の顔を開い、ちびっこ危ない、ちびっこ危ない。さあ出るか、北村が、北村、エルボー、エルボー。
待ちの原則、さあキャリアの少ない人間を運動、さあ行く、これはダブル、そしてかかと、すごい音、キック、連射連射連射、そして出るか出るか出るか、これが噂の噂の最も大勝利。さあちびっこ行くか、はい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 、ババがババがジャガーのアシストを受けて出るか、虎の空に決まるか、北村。さあダガオ頑張れ、さあいつになったら終わるんだという、この白熱ジャガーが落とす、そっちは道路、さあよそ見運転を気をつけ、出るか、さあ出るか、さあババ、はい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 、さあこの体勢は出るか、必殺必殺ババの必殺 BB フォーム、完璧。皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。栃木プロレス01、今日は呼んでいただいてありがとうございます。栃木プロレス初めての茨城、本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、本日はここ岡田さんのこの素敵な資料をお借りいたしまして、私たち栃木プロレスのプロレスを皆様にお届けすることができました。心底からありがとうございました。それでは、リングサイドで一緒に戦ってくれたちびっこレスラーの皆さん、リングに上がりましょう。はい、じゃあちびっこの皆さん全員リングに上がってください。今日最後一緒に締めたいと思います。はい、ジャガーさんと、そして戦ってくれた選手の皆さんと一緒にお写真撮りたいと思います。はい、それでは北村選手お願いします。そうですか、じゃあいきます、いくぞー、部長、いくぞー、いくぞー、ファイト、栃木。